どうもこです。本日もご飯の時間がやってまいりました。今回もクリスマス特別企画としまして、クリスマスケーキを作りたいと思います。クリスマスケーキといってもいろいろあるんですけれども、今回はドイツのお菓子シュトーレンを作りたいと思います。シュトーレンというのはね、クリスマスの時期にドイツで食べるお菓子みたいなんですけれども、作り方いろいろ調べてみたら結構難しかったんで、今回はですね、ホットケーキミックスを使って簡単にできるシュトーレンを作りたいと思います。それではご飯キッチンへレッツゴー。ジングルベルズ、ジングルベルズ、ジングルオールザウェイ。はい、まずバターをね 50g 常温に戻しておきます。材料の紹介をしていきます。ホットケーキミックス、これが 200g、 卵2つ、牛乳大さじ3、砂糖 20g、オールスパイス、これが適量、ドライフルーツのラム酒漬け、これね1時間ほどラム酒に漬けてあります。これが約 100g で、最後飾り付け用の粉砂糖、これが適量です。はい、それではね、生地ができたんで、この型の方に流し込んでいきます。はい、それではオーブンで180度35分ぐらい焼いていきます。はい、完成しました。それではいただいてみましょう。その前に今日は、ビールではなくて、これ日課のアップルワイン、これでいただきたいと思います。メリークリスマス。美味しいね。これめっちゃ美味しいんですよ。日課のアップルワインです。それではシュトーレンの方いただいてみます。いただきます。うん、おいしい。外はカリッとしてて、中はふんわりで、ちょっと入れたねオールスパイスがとてもよく効いてて、めちゃくちゃ美味しいです。それとこのアップルワインともとてもよく合います。はい、本日はドイツのお菓子シュトーレンのご紹介でした。ホットケーキミックスを使うことでとても簡単にできてますのでね、今年のクリスマスケーキに皆様一度お試しください。はい、本日の料理は以上となります。この料理良かったなと思っていただける方いらっしゃいましたら、高評価ボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは皆様、良いクリスマスを。ゴーさん、ゴームビーゴーでした。ありがとうございました。
Thank you.